これブカブカのズボンでしょ。これは妊婦用の作業ズボンです。14年前、私が2人目の娘を妊娠中に履いていたものなんです。今日ここに登壇するにあたって、なんと譲った後輩のところから私のところに戻ってきたんですよ。これってだんだん大きくなるお腹に合わせて 2L、3L、最後は 5L のサイズの作業服を、太ももや足回りの幅を縮めて、着ていてもダボダボにならないように加工しているんです。そしてこんな風にサスペンダーを使ってずり落ちないようにして履いていました。実際にはズボンだけじゃなくて上着も大きいサイズのものですし、夏用、冬用、季節に合わせて揃えた妊婦用の作業服です。お金かかってるんですよ。だから私、これを捨てるのがもったいなくて、こんな風にカードにサイズの内訳と私のメッセージを入れて、カードに添えて後輩たちに譲っていたんです。当時私の仕事はハウスメーカーの現場監督をしていました。女性の現場監督というのは本当に少なくて、子育てしながら続けてる人なんて全くいない時代だったんです。住宅の現場監督というのは、お客様の図面をもとに家を作るすべてのプロセスを管理していく、住む人と作る人の間に立つ仕事です。私は子供の頃から人が生活する空間である住宅が大好きでした。しかし私が入社した頃、職場や現場にはの男性たちは初めて女性の現場監督が入ってきて非常に戸惑っていました。私は女性だって現場監督として認めてもらえる、そして家づくりに価値を生み出すことができる、私は純粋にお客様が満足してもらえる住宅をお渡ししたいという一心でこの仕事に取り組みました。現場に受け入れてもらうために、私はおはようございますと元気な声で挨拶をし、そして現場の雰囲気を明るくしました。また現場がきれいになるように仮設のトイレの掃除も積極的に行いました。すると次第に現場の職人さんたちも、女だからということなしでいろいろと協力してくれるようになったんです。そんな時、女性の後輩が入ってきてくれました。私はとっても嬉しくて、仲間も増やしたいって思って、社内の部門も超えた女子会を定期的に開催しました。ここでは女性ならではの悩みや不安を共有し、職場では話せないことも相談できます。そしてまた明日から頑張ろうとみんなで笑って次の再会を誓うんです。私が昔から疑問に思っていることの一つが、女性のキャリアの選択肢の少なさです。当時、女性は結婚したら辞めることが前提、役職を得ることなんてほとんどありませんでした。私は男性しかできないが考えられなかった仕事でも、女性がやることで新たな価値を生み出せると思っています。しかしこの先、結婚、出産、
そしてその中で途中で自分のキャリアを諦めなければならないのなら、本人だけでなく周りの人も仕事や彼女たちへの教育に夢を持って取り組めませんよね。実際にこんなことがありました。私の教育を担当してくれたった上司の方は、私と同僚と男女分け隔てなく熱心に指導してくれました。しかし飲み会の席になると酔っ払って、はあ、君はどうして女なんだ、男だったら一発の工事マンに育ててやるのにって言うんです。今こんなこと言ったら大問題だと思います。まあ当時女性がこの仕事を続けられるなんて誰も思っていませんでしたからね。でも私はその言葉を聞いてちょっと嬉しかったんです。仕事の能力において同僚とは差がないんだと。あるのは男女の、まあ、いわゆる性別の違いだけだから、私はこの仕事を結婚しても子供を産んでも続けられる仕事にしたかったんです。そうして私の現場監督と子育ての両方やるという挑戦が始まりました。最初は長女の時です。私は支店の中で初めて育児休暇を取得する社員となりました。当時女性が復帰して現場監督になるなんて誰も考えていません。みんな結婚して子供が生まれたら現場じゃなくて内勤だよねって決めつけていたんです。そもそも私がちゃんと育児休暇から復帰するかどうかさえ疑問に思っている人がいました。だから私は予定通りちゃんと復帰するんだということを周りに信じてもらうために、休暇中も時々職場に顔を出し、私の復帰時期を伝えて、周りの皆さんが仕事を調整しやすくなるようにしました。最初は育児休暇の期間も短い方が周りに迷惑をかけないかなって思っていたんです。でもそれだと次に続く後輩たちが長い休暇を取りづらくなってしまうかもしれません。結局私は当時規定で一番の長い1年の休暇を取得しました。でも以前のような現場監督の仕事にすぐに復帰できたわけではないんです。会社は人手が欲しくても残業もできないような人を現場監督としては使いづらい。私はやる気はあっても以前のような現場監督の仕事を思い通りにはできない。そこで私はその当時与えられた仕事をとにかくちゃんとやろうと頑張りました。例えば建物の解体工事専門の現場監督とか、職人さんたちに安全教育をする仕事。またもちろん家族にも協力と、まあ半ば諦めみたいなものも求めながら頑張りました。同期や後輩たちがどんどん昇格する中で、早く主任になりたかった私は二人目を産むのをずいぶん迷いました。ようやく以前のような現場監督の仕事に完全復帰でき、念願だった主任に昇格した時には出産からすでに 4,5 年が経っていたと思います。そして私は二つ目の挑戦に取り組むことになります。6年ぶりに二人目を妊娠したんです。一人目の妊娠の時に、妊娠中の体調の要領を得た私は、担当している現場を、まあ妊娠中も継続して見れないかと思いました。ところが、周りの男性陣は大騒ぎです。何かあったらどうするんだと、まあ何も調べずにああだこうだと心配してくれます。そこで私は労働基準監督署に行って確認しました。
妊娠中現場監督の仕事をすることは法律違反ですか？足場に登ることはダメですか？いえ、大丈夫です。建設現場の作業をするんではなければ問題はありませんと言われたんです。そのことも含めて上司に相談しました。最後には本社部門とも交渉しました。私の信念は変わりません。諦めずに説得しました。まあよくもまた私の頑固さに皆さん耐えてくれたもんだと思います。すると次第に上司や同僚たちが私のやりたいと思っていることを理解していろいろ協力してくれるようになりました。例えば私にアシスタントをつけてくれたり、また時間があるときは同僚たちも私の現場に来ていろいろ助けてくれました。そして職人さんたちも妊婦の現場監督がいるという現場にだんだん馴染んでくれたんです。女性が子供を産むということはとても尊いことです。職場や現場に女性がいれば時期によっては妊娠中ということは自然にあり得ます。妊娠しても周りに助けてもらいながら仕事を続けることができる。私はこれが自然だと思うんです。女性が結婚、出産、子育てをしながら現場監督の仕事を続けるということは全く前例がないことでした。前例がないということは本人が不安なだけでなく周りの人も不安を感じるものです。相手がどんなことに心配しているのか想像し話し合っていけばお互いが新たなことに挑戦する仲間となります。私は女性のキャリアの選択肢を広げたいという信念を持って地道な挑戦をしてきました。しかしたまには私も心に弱くなったりまた落ち込んだりすることもあります。そんな時は多くの後輩たちが頑張っている姿を見て自分自身が勇気をもらって頑張ろうと思ったものです。現実には女性活躍もまだまだ名ばかりだと感じることがあります。しかし諦めずに挑戦すれば必ず光は見えてきます。当時私が入社した頃数名だった女性の現場監督は今は150名を超えるほどまでになりました。そしてそのうち2割程度の人たちは現場監督の仕事と子育てと両方頑張っています。前例のないことに進むには前進する力が必要です。さらに仲間を増やすには時には周りに気を配り後ろに続く後輩たちのことを思って選択することも大切です。そうすれば徐々に後ろに道が続き前例となります。それでまた新たな挑戦へとつながり次の良い前例の呼び水になるのです。そうして世の中は少しずつ良い方向に進化していくと私は信じています。皆さんの挑戦のヒントになったら嬉しいです。ありがとうございました。